日清戦争はどんな戦いだった？敵はロシアでも清と戦う不思議な理由。日本史の授業で習う日清戦争と日露戦争。時期が近いこともあり、この2つの戦争の目的を混同してしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回は近代日本最初の対外戦争、日清戦争について簡単に分かりやすく解説します。日清戦争の原因。では日清戦争の原因は一体何でしょうか。それは朝鮮半島を新帝国の影響力から分離して独立させることでした。どうして日本と関係がない朝鮮半島の独立を図る必要があったのかというと、当時南下を開始していたロシア帝国の脅威に対抗するためです。凍らない港を求めるロシア。ロシアには強大な軍艦と海軍力がありましたが、ロシアは寒く冬になると港が凍結し、海軍の展開が難しい状態にありました。そのためロシアの悲願は冬でも凍らない不凍港を手に入れることであり、ユーラシア大陸の東と西で不凍港を求めて触手を伸ばしていたのです。このロシアが南下して朝鮮半島に支配を及ぼし、強力な艦隊を配置すると近代化に必要な物資を輸入に頼る日本はシーレーンをロシアに握られ戦わずに敗北します。日本としてはロシアが南下する前に朝鮮を独立させ条約を結んで日本軍を駐屯させる必要があったのです。どうして清朝と戦うの？しかしここで疑問を持つ人もいるでしょう。なんでロシアが脅威なのに清朝と戦うことになるの？そう、ここが日清戦争の分かりにくい点なのです。これを読み解くには中華王朝を中心に長い間敷かれていた殺風体制を理解する必要があります。頼りにならない清朝。歴代中華王朝は2000年以上前から周辺国に対し、偉大な中国に対して頭を下げよう、宝物を持ってこいと呼びかけていました。清朝もこの制度を継承していて、ベトナムや琉球やカンボジア、李氏朝鮮などが殺風体制に加わっていましたが、19世紀も後半に入ると西洋と日本の帝国主義が勢力を伸ばし、ベトナム、カンボジア、琉球が植民地化していき、唯一残るのが李氏朝鮮だけになります。清朝が強ければロシアにも対抗できるのですが、アヘン戦争以後清朝の弱体化は著しく、とても朝鮮半島をロシアから守れる状態ではありませんでした。それでも清朝は唯一残る属国李氏朝鮮に固執、朝鮮半島をめぐり日本と激しく対立することになります。皇后農民戦争。1894年朝鮮半島で宗教団体東学党を主体とする皇后農民戦争が勃発。李氏朝鮮政府は自力で反乱を抑えることができず、最初に清朝に救援を要請。日本も天津条約に基づき朝鮮国内の日本人居留民保護を名目に出兵しました。朝鮮政府は日本の出兵に慌て、国内で清朝と日本が衝突することを回避しようと急いで東学党の要求を入れて和睦、清朝と日本に撤退を求めます。しかし日本は反乱は収まっていないとして、安全保障のための内政改革を朝鮮政府に求め、清朝にも同意を求めますが、清は提案を拒否、無条件で日清両国が撤退することを提案。結局清朝と日本の間の溝は埋まりませんでした。日本はイギリスと交渉を重ね、イギリスが中立を貫くことを確認すると朝鮮王宮を占拠、国王高宗に朝鮮独立の意思表示と清国兵を追い払う依頼を引き出して大義名分とすると、ソウル市内から清国駐留軍を追い出し、8月1日に宣戦を布告します。革新は勃開、公開の政界権。日本は明治27年8月から朝鮮半島北上を開始し、清国陸軍を撃破しつつ9月中に朝鮮半島を制圧。次に王力港を越えて明治28年3月上旬までに遼東半島をほぼ制圧しました。海軍は明治27年9月黄海海戦に勝利して清国北洋艦隊を撃破し、陸軍上陸のための海上補給路を確保。明治27年11月陸軍は遼東半島の旅順港を占領。明治28年2月には陸海軍が共同で山東半島の伊海営を攻略し、日本軍は黄海と渤海の制海権を掌握します。日清戦争の戦いの核心は
日本海軍が航海と渤海の制海権を得ることでした。渤海の先には北京の玄関口である天津があり、ここに日本の近代化した陸軍を送り込めば、北京も天津も迎撃する戦力はなく、一気に交戦意識が低下したのです。明治28年の3月に交渉が始まり、4月17日には講和が成立し、日清戦争は終結しました。講和条約。清との講和において、日本は台湾及び遼東半島、澎湖諸島を領有します。また、李氏朝鮮独立を確認したことで、朝鮮半島は清朝の殺風体制から分離されました。さらに賠償金として清朝より2億両が支払われ、日本が軽工業国から重工業国へ変化する重要な資金になります。三国干渉。日本が北京に近い遼東半島を得たことに対し、同じく中国への領土的野心を持っていたロシア、ドイツ、フランスが危機意識を持ち、共同で日本に対し遼東半島の返還を要求します。当時の日本の国力では三国の圧力に対抗することはできず、期待していたアメリカやイギリスも中立を標榜したので遼東半島の放棄を決定しました。国内世論は武力を背景にした三国干渉に憤り、今は苦境を受け入れ力を蓄えて必ず逆襲するという意味の臥薪嘗胆の故事を引いて耐えることになります。日露戦争の火種。三国干渉後、西洋列強は清朝への領土的野心を隠さなくなり、お金を貸して領土や権益を借りるという方式で清朝の領土を切り取っていきました。特にロシアは日本に放棄させた遼東半島の南端の旅順、大連を清朝から借り受けることに成功し、航海艦隊を派遣して不凍港を手に入れることに成功します。朝鮮半島を独立させ、軍事力を大陸に向けることが可能になった日本は、本格的な極東支配を目論むロシアに対して警戒感を強め、明治37年の日露戦争への導火線に火がつけられることになりました。日本史ライターカワウソのまとめ。日清戦争はロシアの南下政策でシーレーンを抑えられる危機を感じた日本が、朝鮮半島を清の殺風体制から切り離して独立させ、大陸に兵力を展開できるようにする目的で開始されました。戦争に勝利した日本は朝鮮を清朝の影響から切り離し、さらに遼東半島を得ることでロシアが朝鮮半島に影響を及ぼすことを阻止しようとしますが、三国干渉で遼東半島は廃棄を余儀なくされ、ロシアは清朝との交渉で遼東半島の南端に旅順と大連を獲得、アジアへと進出していきます。安全保障を脅かされた日本はロシアの勢力を追い払うために日露戦争へと突き進むことになりました。